賞味期限はもう多分切れてる。賞味期限やし。しょうがないやん。え、そんなんだから元彼の手紙も捨てられないやぞ。あのさ、見てもらっていい？実家帰った時さ、荷物整理してたら、元彼からのラブレター見つかったんよ。で、うわーと思って。正直内容は読まなかったんやけど。で、そういえば、なんか全然いろいろ捨てられてないけど、あれあるかなと思って見たら、見て、ベッドのところにさ、これ、ハートの片割れの、ペアネックレス。ディズニーランドのペアネックレスあった。かけてあった。まだ取っといてあったわ。やばくない？もう捨てるか。なんかもう、ね、お焚き上げとか。すごくない？わかるでしょ？このさ、羽のデザインになってるんだけど、ペアネックレスで、もう片方もあるんよ。で、羽と羽が合わさってハートになる。逆に、こんだけ取っといてあるの、物持ちいいなと思って。あ、思わず写真撮っちゃった。元カレはもう捨ててる。私だけが前に進めない。私だけが、ぐちゃぐちゃだー。私もびっくりした。正直。なんか、ああ、マジで、まだあったわ。整理してたら、ベッドのあたりの物置スペースから出てきた。ずっと片方だけ。もう、一つになることはない。そう、ハートの片割れ。もう、ぐちゃぐちゃですわ。ねえ、もうぐちゃぐちゃなんやけど。いやでも、物に罪はない。そうなんだよな。なんかこう、物に罪はないって考えちゃって。あれよ？なんだろう。未練があるとかじゃないんだよ。じゃなくて、物に罪はないから大事にしようと思って、取っといてある。だけで、別にそういうわけじゃないんだよ。本当に。え、未練と、違うよ！そんなんだったらだって、何年よ、もう。8年近く引きずってる女みたいじゃん。重い。違うよ、違うよ。ねえ。また嘘か。違う、嘘つきじゃない。違うんだ、本当に。物を大切にしてる。偉いから、私。それだけよ。びっくりだよね。正直、でも、出てきたのびっくりしたわ。本当に。捨ててなかったんだって。捨ててなかった。ディズニーランドにあるから。よければ、買ってみて。うん。ケンピとペアネックレス、ペアになれるよ。今なら。片方は海に捨ててもろって、海かドブに、それかお焚き上げしてもろって。ケンピと今ならペアになります。こうなるの。あー、焚き上げ配信。そうね。でも確かに悪いものがついてる気がする。こういうネックレスとか手紙とかな。そうな、捨てないとな。そうな、なんか次に進めない気がするわ。え、新しい彼女できた時こういうの捨てた？嘘、えら。まだ多分これ売ってると思う。あ、売ってないかな。ごめん、久しくディズニーなんて行ってないから。どんなんやろね、これ。え、買った時はあんなにウキウキだったのに。いや、違うよ。これは、夏、何？目つむって、みたいな。え、なんだろう？みたいな。で、あれ？なんか、首元になんか感触が、みたいな。目開けてて、え？あ？え？ピアネックレス？俺とお揃い。みたいな。まあ、そういうことですね。そういう思い出はある。懐かしいわ。あの頃は、正直でもあの頃は、高校生ってさ、その恋愛に酔ってるとこあんじゃん。わかる？学生の恋愛ってさ。なんか、そんな感じやったよな。今思えば。あるよね。そんなことしないじゃん。だって、臭すぎない？今思い出して臭って思うもん。プンプンするぜって。そうそう、恋に恋する。ちょっとなんか少女漫画的なことに憧れちゃうみたいな。ねえ。まだ酔わされてる。やばい。酔いが冷めないんやけど。まあそういうこともありましたわってことよ。あ、よかった。でも今みんなに見せられてなんか供養できた気がする。次帰ったら捨てますわ。ごめんなさいわ。ちょっとこの話をしたかった。